渋い顔ですね。いやいやいや、渋くないよ、何も。渋いで、いや、渋い。何が渋いんだよ。渋いといえば、はい、豊さんが去年この時期に予想した今年ブレイクするであろう、うん、セパの、選手たち。ブレイク選手。ブレイク選手。コッパみじんでした。コッパみじんなのは俺が挙げた選手たちが怠慢をしてるか、はい、ちょっと飲み悩んでるかだよ、はい、あと怪我素質はあるんだから。そ う, ね、そうだよ、だから俺は悪くない。そ, うそうですよね、豊さん。俺は悪くない。せいではないと、ね、だって応援するって言ってて、はい、その期待に応えられなかった選手が悪い。なるほど。いいものを持ちながらだから。物はいいよ。物はいいよ、物はいいよ、もったいないよ。そっちの物はいいですね。物はいいようだと思う。違うよ、何言ってんだ。物は言える、まあ、両方とも取れるけど、ね、そうですね、はいはい、なのであのスタッフから提案が出まして、はい、このブレイクするであろう、まあ、選手、豊さん、来季の選手が外れたら何か罰ゲームということ、はい、いやいや、違う、それは俺が罰ゲーム受けるんじゃなくて挙げられた選手たちが罰ゲームを受けなきゃ。そっち、いや、そりゃそうだよ、お前、そう、これだけの素質があって、はい、お前、何やってんだっていう話だから、まあ、そういうことですよね。そうそうそう、だからこう、いろいろこう今ね、はい、あの森内の手元に、ね、はい、俺がピックアップして挙げた選手、はい、わざわざ今年の成績とかいろいろ書いてくれて、はい、まあ、調べてくれてね、はい、やってるけど、うん、これだけの素質があって活躍しない、あなたが悪い、今からもう、ね、発表していくけど。もう逆に発表されたくないって言って、まあ確かにそれはあるかもしれないですけど、お前は発表するなと、お前のは外れるといろいろ言われ出してきてるからが、はい、今日はですね、来シーズン豊さんがきっと活躍するであろうと予想するピッチャーさあ、はい、いきましょう、はい、まずはセリーグからです。はい、巨人のピッチャーは井上温人投手です。ああ、よかったな。 WBC の強化試合か、はい、うんうん、まあ、それにあの先発してきたけども、はい、ファールは取れるな。あ、ファールが取れる、はい、うん、ファールが取れないで全部前に飛んでると、はい、やっぱ危険なピッチャーなんだよね、うん、だけどパッと投げたボールが全部ファールになってきてる、はい、一流どころがね、はい、だから回転数もいいんだろうしキレもある、うん、まあ、一つ懸念は綺麗すぎるんだよね、はい、フォームがということはこう威圧感とか怖さとか、うん、それとかタイミングが合いやすいとか、はい、まあ、そういうリスクはあるんだけども、うん、だからそれ以上にそのボールのキレだとか回転数がいいからファールになるんだけどもね、はい、だから非常に期待はする。そうですね、2019年ドラフト4位で巨人に入団しまして、今年初マウンドで、はい、初勝利、はいはいはい、してこう、ボールを、ね、受け渡されたっていう、うん、まあ、印象もありましたけど、まあ、運もあるよね。あ、ありますね。運も、まあ、確かに強くないと、はい、まあ、プロ野球の世界っていうのはね、うん、まあ、運って掴むもんだけどもさ、はい、まあ、彼はいい星の下に生まれてるような気はするよね、うん、そうですね、はい、で今シーズンは7登板で先発が4回だったんですけど、はい、豊さん、井上投手は先発で行った方がいいんですか、それとも例えば中継ぎ。いや、もう先発先発で行った方がいい。左の中継ぎはね、巨人多いんだよ。あ、だからそこにあえて入れる必要はない、はい、まあ、先発でダメだったらもう一回ファーム行ってやり直してまた上げるという、うん、おそらくキャンプオープン戦順調にいけば先発のローテーションに、まあ、原監督だったら入れてくるかなっていうふうに思うよね。期待はしてるよね。はい、ま、俺も期待はしてる。そうですね、まずは巨人の井上投手、はい、さあ続いて阪神ですけれども、はい、西純也投手、これはもうね、バッターで上げてもいいぐらいだよな、はい、いや、そうですよね。それはやっぱ投げっぷりがいいよ、はい、で度胸がいい、うん、ボールに力ある、はい、だから来シーズン、はい、10勝はするんじゃないかなっていう期待はしてるんだけど、ちなみに今シーズン14登板してそのうち13先発で6勝3敗、 2.68 ポイントです。いや、いけると思う。いいですよね。10勝はいけると。おお、間違いなくこの阪神の今後のエースになりうるよね、うん、なりうる。あとバッターボックス立った時だったりとかマウンドで、うん、物おじしない表情というか結構明るく、いやいや、もう度胸が座ってるもん。はい、阪神は楽しみなピッチャー多いね。投手王国になってるよな、ね、だからまあその中で西純也、はい、ね、バッティングも含めて期待してます。はい、さあ DeNA ですけれども、豊さん、はい、入江投手を挙げました、はいはい、ちょっとお調子者なんだよな。あ、そうなんですね。めちゃくちゃお調子者なんだよ、はい、やりましたみたいな、まあ、そんな感じなんだけど、はい、まあ、それは別として、はい、お調子者の中に精度のいいピッチャーってなかなかいないんだよ、はい、
やっぱね、秘めてる人間の方がスッスッと四隅をついていくような、うん、まあ、ボールに力あるしさ、それでもいいんだけども、はい、やっぱ今後中継ぎだけではなくて先発をやらすとしたら、はい、どんなピッチングを見せてくれるかね、まあ、楽しみではあるんだよ。そうですよね、まあ、2020年のドラ1で今年57登板で先発が4回と、はい、で5勝1敗防御率 3.00、はい、まあね、でもね、中に入った方が彼は生き生きしてんな。中の方が向いてる、向いてるかもわかんないけど、うん、でも俺はあのだけのボールに力があって可能性、はい、非常に素質豊かなピッチャーっていうふうに考えると、うん、はい、先発やらしてやりたいなと思うけどね。本人どうなんですか。いや、中継ぎの方がいいと思ってると思う。本人はそっかそっか、パッと集中した方が力が出しやすいっていう。でもちょっとおっちょこちょいだから、力で今抑えられてるけどさ、なんか痛い目合いそうな気がするんだよ。先発で多少痛い目あったとしても打線の兼ね合いで助けられる時があるけども、中継ぎだとそうはいかんからな。そうですね、その一発でって試合がってなっちゃいますもんね。でも入江は期待してる、期待してる、はい、はい、さあヤクルトは2021年のドラ1、山下投手、はい、はい、日本シリーズでもね、はい、しっかり投げ切ったというか、まあまだまだ精度的には悪いんだけど、うん、球数そういうものもすごく多く投げなきゃいけないピッチャーなんだけどもね、はい、これがやっぱこう経験をしてくると、まあ、先発の一角を担ってくるかなという、うん、まあ、非常にあのセンスのいい子だよね。そんなに威圧するボールはないけども、ちょっとボールがカット気味に入ってきたりだとか、はい、右バッターのね、ちょっと癖玉なんだよね、うん、だからそういう意味ではあんまり間違えなければ勝てるようなピッチャーかなっていうふうに思ってるから、はい、まあ、来季なんか10勝近く、お、2桁、おー、俺はなんかいけそうな気がするけどね、まあ、ちなみに今シーズンは、2登板して2先発1勝1敗防御率 1.46、 はいはい、度胸、うん、もあるし、はい、あの日本シリーズでも、あ、最初立ち上がりしちゃかめちゃかになるかなとか思ったけども、全然堂々と、うん、まあ、投げ切ったしね、はい、だから、まあ、センスがいいよねこの子はね。そうです、うん、あと高津監督ってあのピッチャーを若手、うん、新人を育てるのがすごくヤクルトってうまい、まあ、うまいよな、ね、まあ、それとやっぱこうチームに勢いあるし、はい、投手陣の中でも勢いがあるピッチャー陣がいるっていうね、うん、まあ、いい先輩たちがいるから、はい、まあ、そこら辺を学んでやるといいと思う。じゃあ来シーズンは、はい、例えば先発ローテ6人だったり、その中にもうオーダーとして最初から入ってきて、多分入ると思うよ。おー、やっぱり左は何枚がいるから欲しいしね、はい、まあ、最初からローテーションの一角を担ってくるかなっていうような、うん、まあ、そういう気はするけどね。楽しみです、まあ、もちろんキャンプとかオープン戦とか順調にいかないとその座は得られないんだけども、はい、多分順調にいくと思う。おー、楽しみですね、はい、キャンプからちょっと注目です。はい、さあ広島は2021年のドラフトに森投手、はい、はい、いいよなかなか、はい、これを中継ぎで使うのか先発で使うのかっていうのが ね、はい、まあ、大きな課題にはなってくると思うけども、はい、まあ、広島が先発ピッチャーはある程度の頭数はいても中継ぎ陣がいないからね、はい、ただ先発を見てみたいピッチャーだよね。そうですね、今シーズンは8試合8登板して、うん、一応先発は2回で1勝で防御率 1.89 ではあるんですけれども、はい、豊さん的にはやっぱ先発としてやっぱ先発で育ててほしいなと思うよね。あ、まあ、そしたらある程度勝っていけるかなっていう、はい、うん、まあ、野村をこう中に入れてもいいし、うん、コントロールがいいからね、はい、若い森を前に持ってきてもいいし、はい、まあ、使い方っていろいろあると思うけども、はい、監督の頭の中で中継ぎが弱いなって言えば、やっぱいいピッチャーを中継ぎに持っていきがちだけどね。そうですね、今そうですね、だけどその森っていうのをやっぱ先発で育ててほしいなとは思うけどね、うん、そして中日は2017年のドラフト4位の清水投手を挙げました。ああ、いいじゃん、はい、これはある程度もう実績はね、うん、ある程度作ってきてるけども、はいはい、もっとブレイクしてきそうだよね、うん、ロドリゲス、マルティネス、はい、まあ、後ろにいるじゃん、はい、その前の清水、うん、ってなると良くなりそうな気がするし、はい、まあ、湯浅みたいにね、阪神の、まあ、そんな感じで、まあ、投げてほしいなっていう、はい、まあ、浜地とかね、 あ、はい、ああいう感じの扱いで投げてほしいなっていう、ね、まあ、そのぐらいの位置でピシッといくと、はい、そしたらもう中日の、はい、あの7、8、9で6回しか攻撃がないっていうことになるから、そうですね、
でも0点で抑えられてるっていう可能性もあるけど、ね、中日はね ありますね、バンテリンなので。そうですよね。清水投手はちなみに今シーズンは54試合に登板して先発もしたんですけども、はい、まあ先発が12、3勝3敗 3.04 ということで、はい、ただその立浪監督は来シーズンからそのやっぱ中継ぎをもっと強化したいっていうふうに言ってるので、ああだから清水なんか、ね、なんか非常に合ってるかなっていうのは気はするよね。そうですね。だから選手が最近わがままで、はい、俺は先発やりたいとか言い出すからな。まああの平投手だからまだ言えないうちにもう配置転換しとくと言えないお前言えないだろ、まだそんなんじゃ言えないだろっていううちに配置をちゃんと作る。そうですね。ただ実績をなってくると今度立場がわがままになっちゃうからねまあやりたいっていう本人の希望もありますしね、はい、さあセリーグ6球団終わりました。続いてパリーグです、はい、ソフトバンクは2020年のドラフト5位のピッチャー、はい、田上投手、まあ面白いんじゃない。豊富でさ、うん、誰を名前あげようかなと思うぐらい迷うんだよね、うん、はい、まあでも田上なんかちょっと期待したいなっていうふうに俺は思うんですけどね、まあ、今シーズンは2試合に登板して、まあ、勝敗はなしなんですけれども、うん、防御率 2.4 で、はいはい、まあ、本当にソフトバンクはねおっしゃったようにピッチャーの熾烈な争い、まあ、そこはひどいもんな争いがな中で争ってますもんね。中でひどいことになっちゃってるいやだから強いですよね。いやまあまあだけど田上っていうのは出てきそうな、はい、まあ、出てこなきゃいけないというふうに思ってるけどね、うん、はい、さあ続いて西武なんですけれども、はい、西武は2021年のドラ1の隅田投手。何やってたんだまあそこです豊さん、最初初登板で勝った時はもうこれは行くぞみたいな、はい、もう一勝して、うん、ああみんな周りは、うん、信じよう確定だなみたいな早かった冗談じゃない、その1勝で終わってるって。そうなんです、1勝10敗だったんですよね。そうそう、それが逆転するようなね、はい、今年まあ、物はいいからさ、はい、すごく素質はあるわけだから、うん、10勝1敗ぐらいに、ね、できるように、はい、まあ、やってほしいなというふうに思うけどね。今年やっぱこの数字に1勝10敗になってしまったのは最初勝ったでしょ、はい、次もそこそこいいピッチングはしてるわけよ、うん、ただねその頃の西武って打てなかったもん。1失点2失点がすごい重い点になってたよね、はい、その頃って、うんうん、来年は、まあ、運が逆になるっていう風に、うん、もう自分で勝手に思っておけばいいと思うよ、はい、もう最初負けからスタートした方がいいよ。もう、ああもう、うん、負けからスタートして10連勝とかさ、うん、そう、もう開き直りですね、とかね、はい、もう逆、もう運逆になってるから去年とみたいな、はい、そのぐらいの楽観で入った方がいいと思う。神経質に入らない方がいいと思う、うんということなんですね。そうそうそう、だからもうあの素質はあるわけだから、そうですね、まあ、そのぐらいの力は秘めているということで、はい、さあロッテですけれども、はい、2020年のドラフト4位の川村投手。でかいよな、はい、なんだこいつでけえなみたいな、はい、まあ、あの言えばオリックスの山崎総一郎みたいな感じだよね。うん、まあ、先発でもいいし中継ぎでもいいというような、はい、まあ、そういうタイプのピッチャーだよね、はい、まあ、吉井監督になって、うん、まあ、どっちに使うかわからない、まあ、おそらく先発で使うだろうけどもね、はい、ビッグマウスだから、うん、だからあんまりそう、あんまりこう、あんまりこう出しゃばらない、はい、ちょっと抑え気味で発信しておく方がいい。そうですね、うん、だけどでかいからね、しょうがないのかもわからない、まあ、そうですね、ビッグとね、いやでも育ち切ったらすごく面白いピッチャーだよね、うん、ちなみに2021年は20登板して先発で5登板、はい、で今年は4登板に減ってしまって、まあ、先発4だったんですけれども、まあ、来シーズンはこの登板数もちょっと増やしていってっていう、もちろんもちろん、うん、あのブレイクしてほしいね、選手の、まあ、1人だよね、はい、だからリズムに乗ったりとか、うん、波に乗ったとしたら、まあ、10勝はできるようなピッチャーだ。2桁、はい、はい、さあ楽天は2021年のドラフト6位、はい、西垣投手、早稲田から、はい、面白いよこれ、はい、このピッチャーはある程度センスはある。ただね、はい、自分が意図してるボールも行くときあるんだけど、うん、行かないときもあるんだよ。でも頭のいいピッチャーだなって思わせる感じがあるんだよね、はい、精度を多少よくしたら勝てるピッチャーになると思う。まあ、すでに今年24登板して、はい、まあ、勝敗なしなんですけれども防御率 2.66 ということで、はい、まあ、今年がねその、まあ、初のシーズンだったわけで、まあ、そうだね、はい、うん、だからいい方向ボールも持ってるし、うん、非常にボールもいいしね、はい、チームに貢献できる
だけのものをもう兼ね備えてるから、はい、まあ、先発行ってほしいけどね。そうですね、うん、まあ、スタミナだとか経験だとかいろいろ考えて中継ぎとかね、うん、やらした経緯はあるとしても、はい、やっぱ先発で見てみたいピッチャーだよね、西垣投手、うんうん、さあそして日本ハムはドラ1期待の日体大の矢澤投手、これは申し訳ない、ルーキーしか挙げられなかったけど、はい、あんまり期待できないやつはいない、お若手で、若手で、いやこれはもうみんな使い切ってるから、新庄監督が見せてくれてるから、はい、あ誰かなと思ったら北山とかね、うんうん、いろいろこう経験をさせてって、はい、まあ物はいいんだけども、うん、どうなんだろうっていう、うん、まあ、疑問符が俺の頭の中で浮かんで、はい、おっしゃら矢沢だろうと、あのね、二刀流なんていうの、いや最これブレイクでしょ、はい、まだデビューもしてないわけで、何がブレイクだと思うんだけども、はい、そうお叱りを受けるかもわからないけども、はい、俺が例えばどっかの監督をやってますと、はい、今年のドラフトは誰にしますかって、間違いなく俺矢沢言ってたから、あそうなんですね、そうそうそう、だからそういう意味も込めて、はい、矢沢はもう1年目から、うん、ちょっとブレイクしてほしいなって、これどっちでなんですかね、こんちゃん次第なんだよな、外野の一角が抜けたとしたら、はい、やっぱこうバッターも魅力あるし、一番打てるような、はい、そんなバッターだからね、うん、まあ一番で使っても面白いし、でもこんちゃんがいるんであればピッチャーでも使ってみたいんだよね、はい、だから最初から二刀流フル回転っていうよりもどっちかに比重を置きながらっていうような感じだと思うんだよ、はい、まあ、ブレイクもないのデビューしてないからブレイクもないんだけど、はい、まあ、だけど期待をしたいなっていう、うん、さあ最後オリックスですけれども、オリックスは今オフ阪神から戦力がいてオリックスに来た小野投手、2016年ドラ2の、うん、もうブレイクの年じゃないけどね、まあ、この中ではそうですね、まあ、だけど、はい、環境が変わったら、はい、俺はね阪神時代見てる時に、はい、あこのピッチャーって綺麗なピッチャーだし、うん、センスのあるあの岸によく似てるピッチャーなんだよね、綺麗ですね、一頃言われたことあるんだけども、はい、セリーグの大体の教え方というか、うん、指導法ってやっぱスピードよりコントロールコントロールって言うんだよね、うん、極端な話よ、はい、パリーグに行くといやいや何言ってんだと、ど真ん中でもいいからバットは弾けみたいな、うん、もう思いっきり腕振れと、それに当てはまるんじゃないかなって、はまってくると、はい、まあ、球威を持ってるだけに、うん、まあ、再ブレイクの可能性があるというね、いわゆるそのパワー的な感じではまれば、うん、だからアクセル全開で踏んだことっていうのは、うん、あんまりないと思うんだ阪神の時、うん、もう踏みっぱなしでいいから行けと、はい、そしたらどのぐらいの力を見せれるかどうかね、うん、向野木はい、に行こうと思ったけど手術してるからさ、うん、まあ、来シーズンはそうですね、ちょっと無理ですもん ね、 でちなみに小野投手は2018年が最多登板で23登板で23先発をしてたんですけれども、うん、オリックスに来るとやっぱ中継ぎで、まあ、まあ中継ぎも豊富ですけどね、いややっぱ先発じゃないかなと思うよ、うん、先発、いや分かんない、これは分かんないけど、うん、先発でもいいと思う、おだどのぐらい投げれるかね、はい、先発で見ないと、その中継ぎでは1、2試合ごまかしが効くときあるから、はい、先発だとごまかしが効かない長いイニングだと、まあ、力は見えてくるかなという、うん、まあ、そこで力を発揮しなきゃどうしようもないんだけどもね、はい、まあ、頑張ってほしいと思うけどな、そうですね、うん、さあ今回はセパ両リーグの来季期待するピッチャーを挙げてもらいましたが、はい、次はですね期待の野手に行きましょう、はい、はい、で揃ってますね、もう続けてやるの、いや次の動画です、なんで揃ってるよ、なんかえまだやんのみたいな、いやこの動画は一旦ここで終わりにしましょう、はい、はい。